デイリーシーズン、皆さんこんばんは、シュです。というわけでですね、今回は、製品レビューをちょっとやっていきたいと思うんですが、こちらもう下にね用意されてつながってるんですけど、イーブンタイドっていう会社の H9T ですね。H9 って一時期、これの1個前の機種なのかな、もうすごい有名なプロフェッショナルギタリストのボードには大体入っていたなっていうイメージだったんですけど、それの新しい H9T っていうやつが出て、この90ですね、9から90にパワーアップしたってことで、なんかいろいろと事前に調べてみたら、なんかこう、なんていうの、今までの、タイムファクター、モードファクターとか、そういう有名なイーブンタイドの機材っていっぱいあると思うんですけど、そういったやつのアルゴリズムとかなんかいろいろ合体してさらにパワーアップしたみたいな感じなのかなっていうような印象を受けたんですけど、まあ冒頭からね、このクリーンアンビエントっていうプリセットをちょっと弾いていこうかなと思うんですけど、100個ぐらい入ってるんで、ね、そもそものやつがで、かなりね内容も濃いと思うので、今回はちょっと50個に絞って前半のねやつをやっていきたいと思うんですけれども、最後まで楽しんでいってください。よろしくお願いします。もう一回ちょっと聞いてください。すごいめちゃくちゃ音綺麗じゃないですか。なんかちょっとね、あんまりこういう音を普段使わないので、逆に僕はすごい新鮮で、今日ちょっと撮影ワクワクしてますけれども、1個目のプリセットからめちゃくちゃ綺麗な音で鳴ってくれてますね。で、アンプはこのモーガンの AC20 ってやつですね、 AC20 と、秋津ギターショップのテレキャスターですね。で、ケーブルはベムラムのものを使ってます。僕のシグネチャーもあります。はい。で、これを直で今つないでっていう感じで、アンプは、もうクリーンの、クリーンというか、これクリーンしかないし、リバーブもついてないんですけど、すごいシンプルな感じになってます。なんでバイパスはこんな音で、オンにするとこんな感じで、1個目のプリセットからかなり仕上がってるサウンドなんですけど、すごいイーブンタイドのイメージが僕あるんですけど、こういう綺麗な、もうすごいなんか重厚なっていうかさ、もう下手したらシンセライクなサウンドっていう、かなり厚みのあるねあれが特徴的だと思うんですけど、早速1個目のプリセットからその感じを見受けられますね。めちゃくちゃ気持ちいい。コード弾くだけ全然気持ちいいもんね。はい。で、2番、ベッドルームバイブスって感じなんですけど、ちょっと鳴らしてみよう。もうこっちはほぼ初見なんで、いろいろとちょっと楽しみですね。すごい気持ちいい。これもめちゃくちゃいいっすね。全部これで次グリーンタイズ、あ、ちょっと歪み系、音張り合ってすごい気持ちいい。ああ、シングルコイルの綺麗なとこも出ますね。すごい空間系のイメージがあったんですけど、歪みとかわりかし使いやすいですね。好きな人多そう。うん。で、次パラダイスクリーン、名前やばいね。おー、
リバーブの感じもすごい気持ちいい。で次、ワイド&クリーン。あ、さっきより音がこう前に出てくる感じで立体的、確かにワイドかも。オープンコードとかやっぱ名前の通りワイドだからすごい合いますね。で次が Thieves。 揺れてる感じだ。なんかこれちょっと癖になりますね。これなんかすごい好き。で、Awaken。 おー、なんかピッチの感じもついてきてますね。気持ちいい。あ、こういうのもいけんだ。なんかすごいこういう音普段使わないからこそ、なんか弾いてみるとめっちゃ発見あるし、すごいインスパイアというか、なんか面白いですね、アイディアが。綺麗、こういうのいいね。すごい面白い。で T ドライブディレイ、これチューブスクリーマー系とかなのかな、まあ、T ってついてるから。すごいなんかミッドがふくよかであれなんだけど、でもなんかちょっといい意味でモダンですね。各弦のその音の立ち上がりは早いから、なんかほんとハイブリッドって感じ。これ面白い、なんか新感覚ありそうでないって感じ。で次、ツイスターエコー。こういうディレトリックを結構好き。で次、ポリフォニックルーム。ああ、ハーモニー。
しい。でもすごいなこれ。で次がジャズィー BZ。 またこれすごいか、変わってる感じだな。なんか俺が見たはい、で次ブラックホールドスン、うん、OK、 めちゃくちゃぶっ飛んでるサウンドで、Empty Universe。 おすごい世界観ですね。これ難しいわ。 Dream Array。いいっすね、分かりやすいトレモロというか。で、グラジュエーション。あ、これでも結構好きかも。なんかこのリバーブとディレイターとこのちょっと揺れてる感じがするんですけど。次、インディゴフォグ。やっぱなんかモジュレーションの厚みが結構ありますね。モザイク、あーめちゃくちゃ難しい。もうこれだけでループ作れそう。面白いね。で次12ストリングこのちょっと立体的なリバーブの感じも気持ちいい。Teacher Preacher。 すごいいいっすね。スラッシュディストーション。でもなんかこれ歪みまで入ってるって全然これだけでいけるね。
すごい。これ結構お気に入りですね、20番のやつ。そっからちょっとこれめっちゃプリセットあるんでピッチ上げます。あー気持ちいい。なんかシンセっぽいことも意外とできる。今のやつちょっともう一回弾こう。もはやギターじゃないもんね。あーなんかこの音ちょっと好きだなマジで。で、23、ウォーターウェイル。飛ばすって言ってたけど結局同じぐらいのテンポで弾いちゃってる。 Twilight Tones、むずゼログラビティ。なんか結構弾いてない音出せたりとかするのシンセサイザー的で面白いですね。きれいきれい。なんか弾いてる音によってその例えばっていうのとこの和音とかでって弾いて下の方と弾くので音は結構変わるから。こういうの面白い。イントロとかだったら面白いね。で、やばいな。プリセットいじってるだけで無限に遊べる感じですね。これだけで曲作れる。全体的にでもイーブンタイドの音がなんとなく分かってきたな。これもなんか意外と弾きやすいな。
スラップドライブ。じゃないね。でもかっこいいよ。これしか出ないの。あ、すごい遅れてきてる。ディレイみたい。こういう音すごい好きだな。お、すごい音前に飛んでくる。いいクリーンって感じだ。ちゃんとこんだけ今46個目まで弾いてみたんですけど、かなりなんかそのイーブンタイドっていうキャラクターがすごいしっかりしてるんで、初めて弾いてもなんかいい意味で扱いやすいというか、なんて言うんだろう、もうこの音が欲しいからこれ使うみたいなのがすごいはっきりするんで、まあギターっぽいものからギターじゃないっぽいものまですごい幅広く揃ってますね。もうちょっとだけ弾いてみます。
50。おお、最後の音やばいね。うん、いつ使うのか分かんない、さすがに。はい、というわけでいかがだったでしょうか。もういっぱい弾いてきたんだけどね、最初の50個だけでも意味わかんないぐらい濃かったですよね。ただその分なんかこう、なんだろう、ギターじゃない音というか、すごいシンセライクな音が出せたりとか、もう何回も言ってるけどインスパイアされる部分だったりとか、本当にね、いろんなこうアイディアをくれるような一台だし、逆にこれにしかもう出せない音だと思うんですよね。なんでその音が欲しいって人も絶対これ買うしかないんで、ちょっとチェックしてみてほしいなっていうふうに思います。だ、結構僕の普段のスタイルからするともう本当にシンプルで、ファズでしかもギターがのボリュームでペダルボードもちっちゃくてって感じなんですけど、そんな僕が触ってみたら結構こういう感じで、なんて言うんだろう、アイディアをもらえたりとか発見いっぱいあるんだなっていうようなことをすごい感じたので、ちょっと逆に機械苦手ですみたいな人とかでも弾いてほしいなと思います。で、まあパソコンとかでね、こうパーって多分見やすくエディターとかも入ったりとかしてるんで、まあこれはかなりいじるの好きな人とかめっちゃハマると思います。で、こうやってルーティン複雑なの組んでとか、そういうのもいけるようなポテンシャルがある1台なので、まあ見た目も可愛いし白で僕もすごい好きなので、よかったら弾いてみてください。というわけで Eventide H90 の紹介でした。最後まで見てくれてありがとうございます。バイバイ。